どうも、シネコです。今回もフリーゲーム、浮かれ裁判やっていきたいと思います。パート12ということで、前回の続きからになります。もしかしたら、今回のパートで、まあ、最終回になるかもしれませんが、現状わかりません。HP6 でね、怖いなって感じなど今やっていきましょう。旅館爆破事件の概要は、大体つかめた。あとは、主犯の救世主 X を追い詰めだけだ。おい待て、旅館事件のジャクサさんは救世主 X 以外に2人って言ってたな。噛むな、詰まるな。だったらもう一人誰なんだ。正確に言うならもう一匹じゃない。もう一匹と言うべきか。やっぱりそうだよね。やっぱりね、だったら、そのもう一匹も生殖すべき、生殖すべきだろ。なぜ俺だけか。きっと、救世主 X も同じことを思っているだろう。なぜ、俺だけ、旅館爆発の犠牲にされ、なぜ、俺だけ、大量虐殺の指名手配にさせられたのか。とにかく、もう一匹の、虐殺犯は誰だって話だ。その虐殺犯は、今、ラーメン屋を経営している。ライバル店で攻防しながらの、妨害をしながらな。ムカデくんじゃなくて、今のね、裁判所に行ける、裁判所に行っているムカデくんじゃなくて、店長の方かな。クソ野郎じゃないか。だったら、それだけじゃなく、そいつを巻き込めよ。すでに、巻き込んでるさ。え？犯人役のお前や、そのラーメン屋に、出前を注文しているんだからな。店長だよね。誰塚とラーメン屋？俺は、1年前の旅館事件とは関係ないから、残るは、オカタビ、ムカデ、ミミズ。え、ミミズ？ミミズだったっけ？あれ、ムカデじゃなかった？ムカデくんもなんかしでかさなかった？え？ムカデって、あなたまさか1年前に？いや、俺は犯人はラーメン屋だ。え？店長じゃないの？え？違う。言ってたのは違う。シネコが言ってたのは違う。そうか、分かったぞ。ラーメン屋といえばそこのデブヘビだ。このデブヘビが1年前のジャクソスさんの一匹に違いない。盗み食いはするわ。どこだとしねえだ。虐殺なんてしてないよ、してないよ。1年前、旅館にも行ってないし、行ってないからね。1年前のことだ。忘れてるだけだろ。あんたのボンコツスペックと一緒にするな。とにかく、犯罪者は裁かるべきだ。救世主 X が手を下さんなら、俺が代わりに、制してやる。裁いてやる。待って、気が違うって。ごめんなさーい。ギャオン。なんでことするんだよ。もう怒ったから、こいつ、接触するわ。暴力はダメだよ。一年前の記憶が、蘇ってきたよな。もう、服の上も、彼女もめちゃくちゃねえが。デビヘビじゃないとしたら、残るは部下でしかいねえだろう。ああ、その通り。だが、ムカデは、お前と違い。今回、100万目当てに殺害するような真似はしていない。俺は、完全犯罪ノート渡されて、ムカデには出前を注文されて、殺意のトリガーに差がありすぎだろう。似たようなものだ。目の前で、目の前の家で、100万円のカードの端。そして、ムカデが通れる程度だな。三つ目の虐殺劇が起きてもおかしくない状況だ。
違う。お前、さっきから、俺のことを過去の虐殺犯と勘違いしてないか？俺は、一年前の旅館事件に何も関わっちゃいねえぞ。ああ、その通り、ああ、怪しいってのは、多分、店長だよね。って思ってんだけど。もし、お前が一年前の虐殺犯なら、帽子じゃない、帽子監視じゃないな。遠くから見たとね。あれせずに、100万円のカードを強奪していたとこだろ。100万円のカードを強奪？そんなことする奴に心当たりがある。救世主 X が本当に呼びたかった。虐殺犯はおそらく、いてるよね。この五択に。いますよ。店長だよ。店長。ラーメン屋の店長。確かに、ムカデだし、クソ野郎だけど。その店長が、一年前、温泉旅館に行っていた証拠でもあるのか。店長と、一年前を繋ぐ証拠。何かあったはず、なんだ？え？なんだ？ミミズ？一年前。その、マハケンジさんなんか関係ないよね。え？ミミズ？ヘビ？ミモムシは絶対違うな。ケンジさんか？あの、店長が一年前に知り合った、スゴ技のケンジとは、無敗のケンジのことだったな。そして、その無敗のケンジが一年前関わっていたことといえば、無言を突き通す？いや、もうここはバシッと言っちゃう？バシッと言っちゃおうか？旅館爆発事件だ。そうだ、無敗のケンジは、救世主Xの上司だが、あいつ美人形だがで、温泉事件の重要人物には違いない。ラーメン屋と、ケンジの接点。温泉旅館のごたごたに巻き込まれて、悪人同士、意気投合したってところだろう。そういえば、あの店長、さっき電話で、救世主Xをやたらと警戒していたわね。しかも、旅館事件を武勇伝みたいに語っていたとか言ってたな。ああ、つまり、救世主Xが巻き込みたかった相手は、店長の方の抜かれで間違いない。自分は違うんだ。俺は違うとか言ってね。完全に相手を間違えたな。抜かれの外見が同じなのは、同じなのがあたとなって、救世主Xはバカみたいなボンミスを犯したんだ。無言って怖いですよね。この無言って怖いですよね。確かに、ターゲットを間違えるなど、バカみたいなボンミスだ。だが、救世主Xに、バカみたいなボンミスなど、ありえない。つまり、この矛盾から、今回の件、救世主Xの仕業ではない、という結論に、なんで、なんだその強引な理屈は。確かに、迎えと店長を間違える、ボンミスなら、私もやったわ。だけど、救世主Xがターゲットを間違えるようなボンミスするわけないよね。確かに、救世主Xの犯行にボンミスはありえん。結局、ただの模範囚か。まずい。大衆に、救世主Xだと認知させなければ、ここまで追い詰めた意味がない。そもそも、俺と店長を間違えたのが、ボンミスではないとしたら。間違えたならボンミスだろう。ターゲットはお前ではなく、店長の方だ。俺を人質に、虐殺犯の店長ムカデをここに呼び出すって作戦だったり、バイトのお前を人質にしたところで、虐殺犯の店長がこの法廷に来ると思うか。思わないだろ？思わないでしょ？確かに、あの店長がここに来るとは思えん。一人以前に電話でも救世主Xを警戒していたのだからな。つまり、虐殺犯。抜かれ店長をここに引きずり出すことはもう不可能だ。じゃあどうすんですか？どうすんだい？救世主Xの計画だとしたら、こんな獲物を一目損なうことはしないだろう。あの店長は呼び出しても来ない。なんだ？それなら、発想を逆転させて、店長自ら救世主Xに会いに行く予定があったとしたら、
店長の方から法廷に出向く予定。店長が、あの店長が、と。そういや、店長の明日の予定に関するデータがあったような、感じするデータがあったような。なんだ、店長。あ、店長って何だったっけ。明日初交番とか。そういや、店長は、ライバル店を妨害するために人間をつけて、大型ビルを起訴したんだってな。盗み食いの裁判など、修正していく人は関係ないだろう。その、盗み食い裁判の担当検事といえば、無敗の検事？そうよ。明日の盗み食い裁判、私の相手もそこの無敗の検事よ。そして、その無敗の検事、今現在の裏方は？裏方は、ああ、こっちってこと？何、カニクルン、何、カニクルンコロッケ、あの、伯爵ってなんだ？誰だ？そうだ。今現在の裏方は、救世主 X。つまり、救世主 X は、明日、あの店長に会うようにスケジュールが組まれていたんだ。それも、裁判所。砂漠には、うってつけの場所でな。つまり、救世主 X にとっては、ボンミスでも何でもない。計画通り進んでいたわけだ。これで、今回の実地騒動が、救世主 X の計画で動いていることが証明されたわね。救世主 X の動機の全貌。学校の救世主 X を敵だけ処刑させること。無敗の権利という便利な彼らを手に入れること。そして、旅館事件で裁かれてない、クソ野郎2名を裁くことだ。ちょっとクソ野郎言われちゃって。救世主 X の動機の解明。おめでとう。釈迦満点だ。あ、なんか満点くれましたね。あ、なんか嬉しいな。やったー。てか体力残ってるな。おい、いいのか？100点満点ってことは、犯行動機を全て認めたってことだぞ。本当になんか、100点満点と言う、なんか言うときおきながら、なんか120点が満点です。そんなことないよね。ああ。しかし、その100点満点の犯行動機。どこが悪意なのだ。殺された被害者は極悪人。裁かれる加害者も犯罪、殺人犯。無能の権利を乗っ取るというのも逆だ。極悪人、本だから解放してやったまで。そして、その極悪人を殺害させたことで、女弁護士の写真証拠にも貢献している。おまじに、ムカデス店長を成敗するが、大型ビルを助かる。100点満点の犯行動機が、100点満点の全校活動に大逆転したっていうんじゃないの。まあ、言われてみれば、いいことしてるように思うような感じもしますけど。ね？でもなんかあるんだろうね。ああ、やってることは、救世主そのものかな。何が救世主だ。結局は、救世主 X を死刑扱いにして、自分の罪から逃れろっていうのが魂胆だろうが。逆だ。その魂胆さえも人助けなのだ。なんだよ。旅館事件の監視者が、救世主 X 復活以降、復讐を警戒し、顔を隠して生活している話。救世主 X が死刑になったことにすれば、旅館事件の関係者も、無駄に顔など隠さず、安心して生活できる。その、安心させる機会を、お前が奪ってしまったわけだ。それなら、今ここで、本物の救世主 X であるお前を捕まえれば、安心も戻るって話だろう。どう捕まえる気かな。救世主 X って、そこの、無能の権利のことじゃなくて、裏で音声を流してる人物なんでしょ？ああ、裏方の方も、この近くにいるはず。裁判を取り仕切る以上、この法廷の様子を把握する必要があるからな。つまり、この裁判所を封鎖してしまえば、救世主 X は脱出できない。近くになくても様子は見える。この裁判は生配信されているんだからな。サムネイルみたいな、あれね。そして、フェイもすべて通信機。この裁判所にいる必要がない。つまり、
救世主 X はこの場にはいない以上封鎖しても無理だ。救世主 X が北国にいる理由はデバイだから。カードの戦もするため、救世主 X はいつでも皆様にいるよ。いやー、下も違うような感じがするな。そんなね、救世主 X がね、まあ、いつでもみんなのそばにいられて困るよ、怖いよ。後ろから、あ、どうぞ、あ、どうもこんにちは、ふーって、違う違う。ってことなので、まあ、多分真ん中かな、カードのイカサモスだ。傍聴席からカードを横流しするイカサモスを何度か見ている。つまり、救世主 X は、この法廷内にいるのは確実だ。それでは、この裁判所を封鎖させる。警察の検問体制で、救世主 X をこの裁判所から出さないように。封鎖させていいのかな。こうなることを予想し、予測して、裁判所内に爆弾を仕掛けたんだよ。なんだって爆弾だと救世主 X って言ったら、言ったら爆弾だ。あの、ジョーカーの爆発の二の舞が起こるぞ。爆弾は張ったり、爆弾は本物。二作に連続爆弾じゃないからでしょ。なんだなんだ下の選択肢。ハッタリで、あ、あれ、ハッタリだったっけ、覚えてないな。もうハッタリにしとこうか。もうハッタリの方が安全だよ。爆弾なんてハッタリに決まってる。この裁判所内にいるってことは、自分も爆弾に巻き込まれるだけだからな。うん。それでは、最後の切り札を使うしかないようだな。その不死鳥カードは、救世主 X の犯行予告カード。つに自分が救世主 X だと認めるってことだ。ああ、認めちゃった。名前も救世主 X になっちゃった。ああ、認めよう。だが、救世主 X には不死鳥の伝説もあるだろう。旅館大爆発に巻き込まれても蘇ったっていう伝説。伝説ではなく事実だ。ここに蘇った張本人が存在してんだから。はっはっはっは、ね。爆弾が爆発しても自分たちは死なない。つまり爆弾は、はったりではない、ないってことだ。しまった。しまった。これが切り札だったか、何だったか。救世主 X がなぜ爆弾から復帰したのか。見当もつかないが、何かしらのトリックが存在したはず。人命ですね、だ。裁判所の封鎖は解除。市中裁判所から避難するように。どうすんだ。いや、捕まえてないしな。捕まえた、あ、でも、待って、なんか捕まえたような感じする。前作ね、あの、ヘビの、まあ、あの、まあ、まあ、この、ムカデ裁判の前作がね、まあ、ヘビの命かどうかちょっと、どうなんかなとか思ったりするんですけど、まあ、あの前のね、あの、ヘビの命の時はですね、言っちゃっていいんかな青い髪の人がですね、まあ、救世主 X だったんですよ。ということはですね、なんか、今回のね、この抜かれ裁判のパート、なんだ、裁判始まる前、パート56あたりでですね、なんか一回、あれ?なんか、青い髪の人いるなぁ、なんか包帯巻いてたかな、いう人がいたんですよね。翔太つかめたんじゃない?いけ!こんな非常事態になって今更?だよ、その救世主 X って。でも、いける?いけないような感じするけどな、傍聴人ね。ちょっと傍聴人引き入れようか。傍聴人、と言っても数が多すぎるわ。どの辺にいるか絞り込まないと。画面が赤くて見えないな。赤くて見えん。でも、なんか、後ろか中の方か、いや、わからん。あれ誰だ、中か、お、指定の場所に96がいるかどうか鑑定するよ。ない、その、何たまたま。鑑定士って何?鑑定中だよ。
いなかったらダメな時もなっちゃう。ごめんなさい。友達は時間を取ることだ。緊急避難を要求、要請する。嘘。え？だいぶ時間も何してたから、もう強制避難よ。じゃあ避難しよっか。避難すんのね。最後に何か言ってることがある？どう最近？どう最近？最悪の状況だよ。ダメだよ最後に。緊張しちゃう。結局、爆発を張ったり、裁判所が爆発することはなかった。救世主Xにやれ。犯罪もにやれ。最後までガバガバな裁判だ。そして、虐殺犯、救世主Xの審理については、様々な憶測が飛び交うも、世間的には、救世主Xは偽物説が有力されている。その理由は、裁判所が爆発しなかったからというもの。本物の救世主Xなら、裁判所は爆発していたと、してたはずという無茶苦茶な理論により、今回の騒動は強引に締めくくられて結果に終わる。終わっちゃった。事件解決してない。部下の裁判、救世主Xは偽物説、エンド。あれこれ、バットかい？バットエンドかい？シェイクはバットエンドを引いちゃった？え、どうしよう、ヘビくん、いっぱいいてるね。今作でも頑張れば救世主Xに勝てるけど、たぶん勝利したいなら過去作、ヘビの雪をプレイしててね。シェイクをプレイしてるんです。なんだか 70% ぐらいあるんです。あれ、70%？ それぐらいあったかな？多分、ハードモードもプレイしてますので、まあ、ハードモードはね、後半 20% ぐらいかな。で、通常モードで 50% ぐらい使ってますかね。まあ、ありますよ。そのうち、公開終了になる可能性もあるから、アプリ版をダウンロードするか、動画を見るのがおすすめだよ。あ、そうなんですよね。今ね、なんだ、このね、ゲームしてる、その、まあ、なんだ、サイトみたいなやつがあるんですけど、集まるね、集まるやったっけRPG 集まるね。がですね、サービス終了するらしいんですよね。来年の6月、2023年の6月ぐらいにね、終了するらしいんですよね。なので、それまでにですね、シュネコは、やり残したものをね、できる限り、やらないといけないなとか思ったりするんですけど、大丈夫かな？ね、びっくりしましたよ。救世主Xに勝利ルートは終盤を選択して、救世主Xの集団が捕まえました！を選択してね。相手が手強く、一発終了だから、リトライしやすいスマホ版をプレイするのがおすすめだよ。やっぱり、いたんかな？温泉旅館の殺人事件、救世主X復活の真相を知りたい場合は、過去作ヘビの一もよろしくね。かなり長い作品だから、リムでプレイするより、YouTube で実況動画を見るのがおすすめですよ。なんか、一瞬ただじゃん。ほい。どう最近？最近は、元気かな。なんだこれ。今回のスコアは8、なんだそれ。82点だよ。何？何点満点かな？ 200 点満点かな？満点教えてほしいな。多分100点かな。今回は再スタート機能も必要もないから、最下はニューゲームを選ぶしかないよ。周回やスキップなどの便利機能はアプリ版にリリースされてるよ。って言ってますね。アプリ版は少しだけエンディングが変化するらしいよ。ショートカット機能や、登場人物紹介などもリリースされてからダウンロードしていてね。アプリ版スタート時、法律事務所のシャッター号からいただくと、このマップに瞬間移動できるからやり直す必要もないよ。お、何？大規模入り込みで、水の迷宮は来年以降になりそうだ。大規模作にあるんだね。あるんですね。よし。じゃあですね、一回、ここで、今回のパート、終わります。終わりますが、最終回では、ありません。ちょっとね、このまま、救世主Xあの、見つけられないままね、なんか、最終回迎えるのはちょっと、なんか寂しいような感じしますので、まあ、中世シェックスね、見つけましょうよ。ハッピーエイド見ましょうよ。ってことでね、まあ、
次回、ハッピーエンド未了編でお会いしましょう。ということで、もしこの動画少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。